こがかゆいところに手が届くポイントです。皆様ごきげんよう、八弦ギタリストのマサトゥーンです。今回の動画ではワンオーディオというメーカーさんから提供いただきましたこちらのモニター60というヘッドホンを、紹介していきます。今回紹介するこのモニター60はなんと1万円を切る価格の低価格帯のモニター用ヘッドホンになってまして、でも果たして実際にモニター用に使えるのかと気になる方もいるかと思うので、この動画ではざっくりと、モニター60の、内容物と実際に半月ほど使ってみて良かった点や気になった点、最後にモニター60がどんな方にとっておすすめか紹介していきます。それでは早速いきましょう。モニター60は有線ヘッドホンなんですけれども、取り外しが可能となっていて、マイク付きのオーディオケーブルとカールコードタイプのオーディオケーブル、ストレートタイプのオーディオケーブルの3つと説明書が付いてきます。説明書はこんな感じで、ほとんどイラストで紹介しているのでどなたでも分かりやすいような仕様になっています。1つ目はヘッドホンに接続する端子を左右どちらでも接続ができる。ギターやベースを DAW で録音するときに、インターフェースの位置によってはすごくね、ヘッドホンがしづらいことって誰しもが経験があるかと思うんですよね。弾いてるときにどうしてもコードをこの辺にこう通さなきゃいけなかったりとか、なんか弾いててちょっとストレスになってしまうようなことって誰しもが経験あると思うんですけれども、左右どちらでも接続ができるので、ここのねストレスがかからない点が僕はすごく気に入っています。もう一つ、接続端子が2つあることによって、片方は楽器、片方は音楽プレイヤーというような形で両方とも流しながら練習ができるので、出先とかでも練習をパッとするときにすごく便利です。2つ目の利点が、畳んでコンパクトに持ち運べる。ヘッドホンを畳んでこんな感じにコンパクトにできるので、付属品のケースに入れて気軽に持ち運びができます。なのでエフェクターボードと一緒に運搬していつでも練習できるように持ち運んでいます。3つ目の気に入ったところは、装着感がすごくいい。僕がこのモニター60で一番気に入っている点なんですけど、イヤーパッドがとにかくふっかふかなんですよ。シフォンケーキみたいなふかふか具合なので、ヘッドホン自体もすごく軽いので長時間の練習でも疲れにくいです。続いて、使っていて気になった点は、モニター用のヘッドホンとしてはすごくいいんですけれども、ミックス用途としてはあまり適していないなと感じました。というのもですね、音質がすごく重低音向きの音質で迫力のあるサウンドなので、楽器の演奏だけじゃなく動画とかゲームとかをやるときにすごくね臨場感のあるサウンドにはなるんですけれども、ミックス用ってなってしまうとどうしてもフラットな音質が求められるので、これ個人的にもやりづらいなとは思いました。もう一つが、これイヤーパッドが交換できないんですね。僕個人としてはこのイヤーパッドすごく気に入っているので交換するつもりはないんですけれども、自分の気に入っているイヤーパッドを使いたい方や、今後このイヤーパッドがですねどうしても劣化してしまった場合に交換ができないので、その点はかなり気になる点でした。最後に、このモニター60はこんな方におすすめです。気軽に持ち運びができるヘッドホンが欲しい方、安くてコスパのいいヘッドホンが欲しい方、楽器の練習や動画鑑賞用に1個使い回せるヘッドホンが欲しい方、こんな方に特におすすめのヘッドホンとなっています。モニター60を総評すると、気になる点ももちろんありましたが、音質的にも迫力のあるサウンドで、かゆいところにも手が届く仕様なので、ぜひヘッドホンを探している方は候補に入れてみてもいいのではないでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。